まあ、買収を諦めることはないというふうにもう明言してるんですよね。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は東洋建設買収騒動どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論はですね、まあ、1株1000円の、まあ、TOB 公開買い付けが始まるまで続くというのが今回の結論です。まあ、要するに騒動が続くということですね。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあ、今までのですね、まあ、東洋建設に関する、まあ、経緯というのを最初に確認していきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、まあ、インフロニアという会社がですね、まあ、東洋建設をですね、まあ、子会社化したいということで、まあ、公開買い付けっていうのを、まあ、発表したというのが、まあ、今から約1年前ですね、まあ、昨年の3月に発表したということで、まあ、公開買い付けを始めたんですけど、結局まあ成立しなかったということです。はい、当時の時価599円に対して、まあ、約3割高い770円で、まあ、買うということでですね、まあ、公開買い付け始めたんですけど、結局これ成立しなかったということです。はい、なぜかっていうと、まあ、このインフロニアのですね、公開買い付けをしている途中でですね、まあ、この YFO という、まあ、山内ナンバーテンファミリーオフィスというですね、まあ、投資ファンドをですね、はい、まあ、任天堂の創業家ですね、まあ、山内家のですね、まあ、あのファンドですよね。まあ、任天堂の中高の祖と呼ばれている山内博さんの、まあ、お孫さんにあたる方がですね、中心となっている、まあ、この、YFO ですね、山内ナンバーテンファミリーオフィスがですね、いや、私たちは1000円で買いますというような、まあ、ことを発表したので、まあ、それは、正式な TOB という形ではなくてですね、いや、770円はですね、まあ、東洋建設の価値としては安いのでですね、まあ、私たちはそれに反対しますみたいな感じでですね、まあ、もし私たちが TOB をするならば、まあ、1000円で TOB を考えてますみたいなことを発表したので、まあ、結局ですね、まあ、株主が770円で売らなかったんですよね。はい、なので、まあ、インフロニアの公開買い付けっていうのは、まあ、成立しませんでしたということで、まあ、1回これが流れたんですけれども、まあ、その後 YFO がですね、まあ、結局1000円で公開買い付けを、まあ、すると言いながら、結局、まあ、この動画を撮ってる現時点でまだ行われていないということです。まあ、延期と言って、まあ、今に至るということですね。はい、で実際ということで、まあ、YFO ですね、山内ナンバーテンファミリーオフィスはですね、まあ、敵対的買収ではなくて、まあ、要するに東洋建設の経営陣が反対する中での、まあ、買収ではなくて、あくまでも、まあ、経営陣がですね、まあ、賛成賛同してくれるような、まあ、そういう友好的買収でという、まあ、表面上の体裁にこだわり続けてしまったために、まあ、ただ時間だけがいたずらに経過したということですよね。はい、はっきり言ってですね、まあ、上場企業の公開株を買うのに、まあ、敵対的も有効的もまあないわけです。はい、これは例えば株式投資家がですね、まあ、例えば100株買うとか1000株買うとか1万株買うとかっていうのと、まあ、実際は何も変わらないわけです。うん、だから100株買うのか1000株買うのか1万株買うのか、もしくはそれ 50% 買うのか 100% 買うのか関係ないんですよね。結局株を買うと、しかもその公開されている上場企業の株を買うということであれば、それは友好的な、まあ、態度で買うのか、ね、要するに相手の経営陣がですね、まあ、自分たちにとって友好的な態度なのか、それとも敵対的なのかっていうのは全然関係ないですよね。単純に、まあ、そのね、今出ている株価で買うか売るかという、まあ、ただそれだけの話ということです。はい、もう株の売り手と買い手が合意するかどうかだけということですよね。だから友好的とか敵対的とかっていうのにこだわってるのが、まあ、そもそもなんかこう、まあ、不思議な、まあ、文化っていう感じです。はい、で、まあ、YFO がですね、まあ、東洋建設の株を1株1000円で買いたいというのであれば、まあ、それを現時点で、まあ、東洋建設の株を持っている株主がですね、まあ、それに応じて1000円で売るかどうかだけということですよね。で、1000円で買いたいですって言った時に、じゃあ1000円だったら売りますよと言うかどうかっていう、ただそれだけということですよね。だから経営陣関係ないわけですよ。株を持っている人と株を買いたい人の、まあ、そこの、取引の話なので、株を持ってないですね、まあ、経営陣が、まあね、
それに対して賛成なのか反対なのかっていうのは本当は全然関係がない、まあ、本質では全くないところということです。はい、にもかかわらずということで、まあ、経営陣の賛同を得た、まあ、有効的な買収でと、まあ、無意味なところにまあ執着し続けた結果ですね、まあ、結局互いが互いを批判し合う泥仕合にまあなってしまいましたということです。まあ、話し合い話し合い話し合いと言いながらも時間がどんどん過ぎている間に結局ですね、お互いがお互いを批判しているということで、まあね、もうと全く無意味な時間だけが過ぎていってしまっているということです。はい、で、まあ、インフロニア相手なら、まあ、770円での売却に賛成だけど YFO が相手だったら1000円でも反対という、まあ、東洋建設の経営陣も不合理ということですよね。だから自分たちの会社の株を、ね、770円で買ってくれるっていうんだったら、ね、賛成ですと言ってるわけですけど、いや私たちの会社の株を1000円で買ってくれるっていうのはそれ反対ですというのは、これはまあ筋が通らないですよね。だからまあ経営陣の考えっていうのはまあ終始一貫不合理ということなんですけれども、はい、まあ、買収防衛をまあ取締役会でまあ決議したですね、相手経営陣がですね、だからまあ結局 YFO に買ってほしくなかったと、ね、買ってほしくないので、ね、私たちはまあこの買収防衛を図りますということを取締役会で決議して、ね、株主総会に諮ろうとしたんですけれども、まあ、前日に撤回してるんですよね。ただもう現経営陣は明らかに YFO に買ってほしくないっていうのはもうこれは明らかに態度としてまあ示してる、まあ、そういう経営陣なのに、その相手経営陣がですね、まあ、時間かけて話し合えば、まあ、敵対的な態度が有効的に変わるかもと、まあ、期待した YFO もはっきり言って不合理ということですよね。まあ、さ変わるはずがないということですよね。でそもそもということで、まあ、社内昇進の結果で社長になったサラリーマン社長と、まあ、数字しか見てない社外投資家っていうのがこれ分かり合えるはずがないということです。まあ、これは基本的に東洋建設の経営陣とですね YFO っていう、まあ、一つの事例、具体的な事例だけじゃなくてもう一般的にですね、まあ、分かり合えないということです。はい、なぜかっていうと、まあ、求められてる才能がこれも全く違うんですよね。どちらがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、そもそも求められてる才能が違うし、まあ、見てる、まあ、考え方価値観っていうのが全然違うということです。はい、じゃあなんでそのね、例えばこう昇給昇進の結果、まあ、社長になることができたのかって言ったら、それはそれで、ね、才能があったからっていうことになるわけですけど、その方が例えば係長とか課長とか部長とかっていうのを経て、まあ、取締役、そしてまあ経営陣、社長というふうになることができた時に、まあ、求められてた才能っていうのは、例えば製造部長としてのですね、製造に関係する知識とか技能とか経験だったりとか、もしくはいや実は営業部長としてのですね、なんか製品を売るための、まあ、そういう営業としての例えば知識だとか技能だとか経験だとか、もしくはなんかね総務とか人事とか、まあ、そういう管理業務にあたる、まあね、総務部長管、人事部長としてのなんか管理業務における、まあ、その管理職としてのですね、まあ、知識だとか技能だとか経験だとか、まあ、そういう製造営業管理、まあ、そういったいずれかに関連する、まあ、才能だったり、もしくはもうずっとですね、まあ、その会社員人生として、まあ、20年30年40年一つの会社で、まあ、ずっとですね、まあ、勤め続けていく中で、まあ、昇進するだけの社内政治での立ち回りだったりとか、まあ、そういったことが、まあ、結局、まあ、才能としてあったんで、もしくは努力によって才能を磨くいたので、だから結局社内昇進の結果、まあ、結局会社の社長になることができてるわけですよね。はい、一方ということで社外投資家ですよね。まあ、結局だからそこの社内から昇給昇進していった人間じゃなくて、外からですね、まあ、結局投資するのかしないのかっていうのを判断する、その社外投資家に求められてる才能っていうのはそのいずれでもないわけですよ。別にその現場の製造に詳しい必要はないし、営業に詳しい必要はないし、別に管理の、ね、直接的な経験がある必要もないし、まして社内の政治人間関係なんて何の関係もないですよね。はい、投資家に求められている才能っていうのはこれはもう単に数字に強いということに尽きるわけです。結局だから投資家イコール数字に強い人っていうだけだっていうことですよね。だから ROI ですね、リターンオンインベストメント、ということで、いくら投資したらいくらリターンが期待することができるのかっていう数字で判断できる、まあ、これだけなわけですよ。逆に言えば、うん、この才能があるから
だから投資家としてまあうまくいくと、まあ、逆になければうまくいかないということですよね。まあ、それ以外の要素っていうのを投資の判断材料に入れれば入れるだけうまくいかないということが起きるということです。はい、例えるならばということで、まあ、クラスで人気者の学級委員長と数学のテストで一番の秀才ではもう才能が全く違うという、まあ、それぐらい違うということです。どっちがいいとか悪いとかじゃなくてもう全く違うということですね。はい、だから分かり合えるはずがないということです。はい、まあ、最もということで、まあ、YFO の場合はですね、まあ、機関投資家としての実力っていうのも正直謎です。はい、だから投資家っていうのは基本的に数字で強い人間であり、まあ、もし数字に強い、組織であり、なおかつ数字だけで、まあ、合理的に判断することができれば、まあ、機関投資家としては、まあ、実力がある、もしくは結果を出すことができるということなんですけれども、ただ YFO の場合はその機関投資家としての実力っていうのは正直謎ということです。あるのかどうか分かんないということですね。はい、なぜ東洋建設を一株1000円で買収したいのかという根拠が分からないということですね。はい、当時株式市場はですね、まあ、時価として599円で東洋建設を、まあ、結局評価してたわけです。まあ、簡単に言えば、まあ、伸びない企業だしですね、まあ、これから伸びる可能性もないという判断だったわけですよね。まあ、それで599円という判断をしていたわけです。はい、それに対して、まあ、インフロにははですね、まあまあ、いわゆる通例として、まあ、TOB 公開買い付けっていうのは大体当時の時価の3割増しで買うというのが、まあ、通例なので、まあ、その通例に沿って、まあ、インフロニアの770円で、まあ、公開買い付けを始めたわけですよね。だから、まあ、東洋建設の既存株主の皆さん3割高く買うので私たちインフロニアに売ってくださいということを提案したわけです。だからこれは、まあ、はっきり言ったら、まあ、妥当だったわけですよね。だから本当は599円かもしれないけど599円のものを599円で買わせてくださいって言っても売ってくれないので、じゃあ3割高く買うんで3割増しで私たちに売ってくださいっていうのは、まあ、TOB、公開買い付けの一つの通例なんですよね。だからインフロニアの、まあ、TOB っていうのは、まあ、それなりの、まあ、妥当性っていうのはあったということです。はい、それに待ったをかけた YFO はいや私たちは1000円ですというふうに言ってるわけですけど、この根拠っていうのが未だにはよく分かんないということです。はい、まあ、例えばですね、まあ、一つ言われているのは、まあ、洋上風力の可能性ということで、ね、まあ、今後の将来未来の可能性を考えたときに、まあ、770円でもまだ安いということでですね、まあ、洋上風力っていうのを一つ名前として挙げていたりするんですけれども、はい、確かに、まあ、洋上風力っていうのは政治的には大きなテーマなんですよね。だから、まあ、基本的には2050年に向けて、まあ、再生可能エネルギーを中心にやっていきましょうというので、まあ、国際社会っていうのはもう合意しているわけですよ。でその時にじゃあ水力なのか太陽光なのか風力なのかって言った時に、まあ、洋上風力っていうのは、まあ、最後の切り札っていうふうにもまあ言われていてですね、まあ、結局もし再生可能エネルギーの発電割合を増やすというのであれば洋上風力が一番増やせるんじゃないかということですよね。まあ、例えば同じ島国のイギリスだったら、まあ、結局 65% は洋上風力で賄うみたいな、まあ、そういう国としてのまあ政治的な目標っていうのを掲げていて、同じ日本も島国ですから、まあ、そう考えると洋上風力っていうのはかなり発電割合っていうのをまあ増やしていくことができるんじゃないかということでですね、まあ、最後の切り札っていうような言い方がされたりするんですよね。だから政治的には確かに大きなテーマなんですけれども、経済的には大きなテーマではないということです。はい、まあ、結局その再生可能エネルギー中心でそれが洋上風力がっていうのは経済的には大きなテーマじゃないということです。はい、なぜかっていうと洋上風力工事の発注元っていうのはこれ政府なんですよね。だからまあ国とか地方公共団体が結局発注するということになるわけです。はい、そうするとですね、まあ、民間企業事業者はですね、まあ、もし洋上風力に参加したいと、まあ、例えば自分たちのグループで例えば風車を建てたいと、洋上に海に洋上に風車を建てたいと、それで発電事業を行いたいという、まあ、民間企業、まあ、事業者はですね、参加するためには公共入札に参加しなければならないわけです。そうすると、まあ、たとえ工事を受注することができたとしても、まあ、儲かんないんですよね。結局、まあね、いくつかの事業者がですね、結局、まあ、入札、私たちがもし工事を請け負ったらこの金額で工事を行います、もしくはこの金額でですね、まあ、結局電気を供給しますみたいな、まあ、そういうのをですね、まあ、事前に、まあ
提示した上で、まあ、結局公共入札で結局参加するということになるわけです。そうするとやっぱり政府も基本的には安い事業者に頼むというのが今までの結果なので、これから少し変わる可能性もありますけど、基本的には安い金額で提示してくれた事業者に政府は事業を発注するわけですよね。ってなると公共事業で仮に工事を受注することができた、仕事を取ることができたとしても、経費よりちょっと、経費トントンか経費より少し上ぐらいでしか結局、仕事を受注することができないので、だからすごく、事業としては大きいし、売上の規模としては大きかったとしても利益としてはあんま出ない事業なんですよね。で、儲かんないということです。はい。で、儲からないってどういうことかっていうと、これ企業価値上がんないっていうことなんですよね。だから結局企業価値っていうのは、その企業が今から出すであろう利益の合計金額が企業価値なんで、だから売上が、どれだけ社会的なテーマとして大きいのかとか、どれだけ個人の規模として大きいのかとか、どれだけ売上の規模として大きいのかっていうのは、はっきり言って、投資においては関係がないわけですよ。たとえ社会的なテーマとしてはすごく大きかったとしても、売上として大きかったとしても、とはいえ経費もめちゃくちゃかかる、だから利益が出ない、儲かんないということであれば、じゃあ利益の合計金額である企業価値っていうのも当然上がんないんですよね。であれば、当然価値が上がらないわけですから、時価も上がらない、つまり株価も上がらないということです。だから投資対象として、経済的に見た時の投資対象としては、全く魅力がないテーマということなんですよね。はい。だからということで、建設業界には日本企業だけでなく世界企業で見たとしても、時価総額が大きな企業っていうのが、ないわけです。はい。例えばということで、これは世界的なですね、シェアというのを、見た時にですね、1位の企業から、4位の企業って、これ中国の企業ですけれども、要するに中国という国がですね、結局公共事業という形で大手の建設会社に仕事を発注するとしたときに、結局建設業界でのシェアっていうのは世界1位の中国の会社でも 1.85 しかないわけです。はい。で、結局日本企業ってなると、10位にですね、鹿島が入っているんですけど、鹿島がですね、結局全世界の建設業界で見たときの、結局そのシェアっていうのは 0.14% しかなく、時価総額で言うならば8000億しかないということです。はい。株式市場でのですね、スーパーゼネコンと呼ばれている、鹿島でも8000億しか時価総額がついてないということですよね。例えば自動車会社のトヨタだったら時価総額30兆円というような、そういう時価総額になってるわけですよね。なんでかって言ったら、自動車会社っていうことであれば、例えば1年あたり、2兆とか3兆円とか、利益を出しますと。それの合計金額で時価総額30兆とかっていうふうになってるわけですけど、はい。建設業界っていうのは、たとえ一番大手のスーパーゼネコンだったとしても、利益がとにかく出ないわけですよね。で、利益が出ないってことは利益の合計金額である企業価値は上がらない。だから時価総額も上がらないわけですよ。だから、世界10位、日本1位の鹿島でも時価総額は8000億。つまりそれぐらい儲かんないっていうのが建設業界ということです。はい。ましてということで、東洋建設はですね、業界の大手ですらないということで、はい。建設業界っていうのはもう分かりやすいピラミッド構造になっているということで、元請けのですね、スーパーゼネコンから、その下請けみたいな感じで、順を追って中堅地場という風になっていますけれども、今回やってる東洋建設っていうのは、中堅なんですよね。だから大手ですらないということです。はい。だから一番大手の最大手の元請けのスーパーゼネコンでさえ儲かんないのに、中堅のゼネコンが今から儲かりますかということですよね。はい。1998年バブル期の時からして、売上6割になっている東洋建設にですね、1株1000円、時価は599円で評価してたわけですよ、株式市場はね。それに770円っていうのが来て、それに対してさらに、いや、それでも安いということでYFO は1000円というのを結局提示してるわけですけど、じゃあ1000円で投資して、その投資した後の勝算ってあるんですかということですよね。はい。もう全く謎ということです。はい。ただ YFO 自身はですね、買収を諦めることはないというふうにもう明言してるんですよね。だから時間かかってるんですけど、それでもですね、いや、もうどんなことがあっても買収を諦めることはないというふうに、もうこれ公式文章で明言をしています。はい。なので、何回延期して、どれだけ時間がかかったとしても、次回株主総会ですよね、6月に行われると思われる、東洋建設の株主
総会で、まあ、現経営陣の中心の、まあね、3名というのはもうこれははっきり言ってですね、まあ、選任に賛同しないというふうに言ってるので、まあ、YFO はまあ今、ね、東洋建設の筆頭株主ですから、まあ、その筆頭株主としては、まあ、現経営陣の、まあ、特に中心の代表取締役3名に関しては、まあ、はっきり言ったらもう選任を しませんということですよね、まあ、反対しますと。で代わりに、ね、YFO は YFO として、まあ、独自のですね、まあ、こういった方々が東洋建設の、まあ、次の取締役がいいんじゃないかという、まあ、独自の構成案っていうのを公表した上で、まあ、いずれですね、まあ、結局もう約1年が経とうとしていますけれども、いずれ、まあ、1株1000円での TOB 公開買い付けに、まあ、踏み切るというふうに、まあ、見られているということですね。なので、まあ、結局時間だけがだら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 、まあ立ってるんですけども、まあでも結局なんだかんだで、まあ結局行われるんじゃないかということです。はい、ということで今回はですね、東洋建設買収騒動どうなるというテーマでやってきたんですけど、はい、1株1000円の TOB が始まるまで、まあ騒動が続くというのが今回の結論です。はい、もし今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。コール